はい、こんにちは、ザ・ゲームチャンネル、春木次久です。今回ですね、2022年4月にですね、発売されるゲームの中でですね、おすすめをね、ピックアップしてご紹介したいというふうに思います。まずはこちらですね、ファウンダーズ・オブ・ティオティワカンですね。まあ、ティオティワカンってね、タイトルのゲームね、たくさんありますよということでね、もうレビューの方させていただいてますけども、かなり変わったゲームなんですね。こちらの方に共通ボードがあって、こちらの方が建物、神殿、ピラミッドって3つの要素があるんですね。これの方を自分の手元の方に立てていってですね、基本的には神殿とピラミッドの色の組み合わせで点数を取っていきましょうと、こういうことになってますね。じゃあどうやってこのパーツを取るかっていうと、こちらのところに自分のワーカーを置いていくんですが、この高さが違うのが注目なんですね。自分のワーカーを置いた個数によってパワーが決まるので、このタイルのサイズね、これだったら例えば4とか2とかいうのがあるので、そのサイズのまでのものを取れますよと。だから4パワー置けば4までの1個取れますよと、こういうことなんですね。じゃあその個数で決まるんじゃないかと思いきやですね、これ人の上乗れるんですね。だから3個の上にピュッて1個乗ればですね、私4パワーですと、こう言えると、こういうところなんですね。じゃあちょっと待ってよと、じゃあ先行者めちゃくちゃ不利じゃんかということになっているので、先行者は実は本当はここにですね、まあ下駄が履いていて、必ず1個置いても2パワーになるということと、そもそもここにボーナスがあるんですね。なんで早く置く人はボーナスがありますよ、その代わり次の人に踏まれることがありますよということの、このアクション選択はですね、非常によく効いてるんですね。でなぜならこのワーカーのコマがですね、めちゃくちゃ少ないんですね。これめちゃくちゃ少ない。なのでちょっとずつでも置きたいと、うまく相乗りしたいと、でも初手番に置いた時のこのボーナスのパワーはとても強いと、ここが面白いんですね。でこの得たタイルのところは自分の各自の手元の方に建築していくわけですが、建物は置くと周りに素材が出るっていうこの不思議な構造になり、この素材を使うことによって神殿とピラミッドが作れると、こうなっておりました。いやー、これね、素材を得たい、建物を作りたい、その建物自身が邪魔になって神殿立たんがなと、こういうですね、パズルチックなような、全プレイヤー同士の建物の取り合いのような、あるいは前ラウンド有限ですからね、早取りなので、そちらのところですね、絡み合いが非常に面白いゲームになってますね。こちらファウンダーオブティオティワカンはですね、1人から4人用プレイ時間が45分から60分になっておりまして、どうも全世界同時発売のようで、 BG レートとランキングはまだありません。定価も残念ながらないようですが、この収録時点ではですね、テンデスさんの方から2022年の4月の7日頃発売予定ということがね、アナウンスされておりました。これはね、なかなかね、見ないタイプのゲームで面白かったですね。でお次こちらですね、カスカディアですね。まあ和名はね、本当にカスケディアって発音するんだと思いますけども、和名はカスカディアになったようですね。こちらの方もですね、4月にリリースされますね。これの方もね、レビューの方でフォトレビューでお届けしておりますけども、ここにありますようにですね、このタイルとこの動物の木のコマっていうのね、ペアがいくつか出てるので、このペアをワンセット取って自分の手元のところにくっつけていくと、くっつけると必ずですね、動物のところはですね、置けるタイルの上に置かないといけませんよ。ただここだとクマしか置けなかったりね、ここだとキツネとホークが置けたりっていうのがあるので、必ずこの地形タイルは割と緩くてどこでもくっつけられるんですけども、ワンペアで取る動物のところは決まったところの上しか置けませんよと。でこれを繰り返していくと、だん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 大きくなりますよねと、こういう仕掛けなんですね。でこのゲームのポイントになっているのは、こんな風に置きに置いた自分のところの手元のところが毎ゲームごとに違うルールで点数になりますよと。これだったらホークが直線だったらいいとかね、この固まってたらエルクはいいっていうルールがあるので、毎ゲームに従った法則によって動物を置かなくちゃいけませんよと。もちろん地形タイルも点数になるんですけども、これは毎回ね、固定のルールになっているので、地形タイルでも点を取りたい、そして当たり前ですけどこの動物でも点を取りたい、さらに当たり前ですけどみんな同じものを見てると、こういうところの真ん中の4つの駆け引きが熱いと、こういうゲームになってるんですね。なんで必ずこのペアでね、ワンペアで取らないといけないというところが、このゲームの非常なミソになっていました。いやーね、近年ね、発表されたゲームの中ではね、 BGG の100位以内にビュッて入ってきたですね、数少ないゲーム、かつアブストラクト部門でも今のところ第1位となっているですね、パズル系タイル配置ゲームでもね、いいんじゃないかなと思いますね。はい、こちらカスカディはですね、プレイ人数から1人から4人、プレイ時間が30分から45分、ビジレートは 8.1、 これも高いですね。ランキングは97位、定価が4800円で、2022年の4月6日頃発売という風になっておりました。いやー、これね、珍しくですね、難易度を下げるっていうね、タイプのオプションルールもあったりですね、連続シナリオもあったりするので、かなり長いことね、楽しめるタイプのゲームなんじゃないかなというふうに思いますね。で、お次こちらですね、いや、待ちましたね。
まあ、何度もザ・ゲームギャラフね、取り上げてきましたけども、ついについに日本語版が出ますということで、デューン砂の惑星インペリウムですね、こちらの方も国内でようやく発売になりますね。こちらの方ですね、小説よろしくですね、デューン砂の惑星のところでですね、各プレイヤーのところがですね、派閥の争いをしながら、4つの勢力のところに取り入りながら、そしてここのところの資源を取るというね、非常にですね、ワーカープレイスメント魅力が溢れるゲームなのですが、これが非常に面白くできているのは、各プレイヤーのワーカーを、ここではリソースを、ここでは4つの派閥のところに、ここでは政治を、なんていう風にするのですが、自由なとこに自分のワーカーを置けないと。それは手元の方で持ってるこのカードで縛られますよっていう、今最もモダンなデッキ構築プラスワーカープレイスメントゲームなんですよね。こちらのカードを必ずプレイするんですけど、こちらのところで置かれているシンボルのところにしかプレイできないと。こういうことがあってですね、アルナックの方も非常にですね、このタイプのゲームになっているんですが、アルナックのはどちらかというと、デッキ構築がですね、一つの要素っていう感じなんですけど、これですね、がっちりなんですね。ワーカープレイスメントとデッキ構築のところが本当にがっつり一体になってるっていう感じのですね、非常に今トレンドのスタイルのシステムになってるんですね。なので、このワーカープレイスメントを自分の行きたいところに置くために、本当に都合がいいようになるように、デッキを構築していって、不要なカードを圧縮していくと。ここの戦略はね、非常に大事になってるんですね。で、そしてですね、これね、彩るためにですね、各プレイヤーのところのプレイヤー能力ですね、これも非常に多彩になっていますし、各プレイヤーごとによってですね、これ難しいんじゃないかっていうところですね、キャラクターのところに難易度そもそも書かれているので、自分のプレイのですね、習熟度に応じたキャラクターを選ぶこともできますし、もちろんデッキ構築ゲーム、プラスですね、これアセンションタイプになっている一期一会のね、ドミニオンのようにですね、マーケットは固定されているのではなくて、毎回毎回出るカードが違うってですね、一期一会タイプを取っていることによって、非常に多彩なカードが出てくるっていう、この組み合わせによって、マイゲームの流れが違う。ここ面白くなってるんですね。もちろん日本語版になりましたらですね、各ねキャラクターのところとかですね、細かいところは完全に日本語化されているので、こちらのところはですね、非常にもともと言語依存が強かったゲームがプレイしやすくなっているということが、このデューンインペリウムでございました。こちらですね、プレイ人数が1人から4人、プレイ時間が60分から120分、 BG レートは 8.3、 これも驚異的ですよね。 BG ランキングが15位、定価7480円で4月21日発売予定となっていました。いや、これね、本当に面白いんですね。ちなみにもう拡張セットの方も出ておりまして、海外の方ではすでに流通が始まっていますし、私も英語版の方ではすでにプレイしていますが、それを入れても本当に面白いんですよね。なので、まだこれがですね、国内の方で流通いただいて、その後拡張セットもぜひ日本語版で出てほしいですね。いや、これ本当にね、今を代表するモダンなゲームの一つですね。そしてこれが15位でびっくりしたんですけど、こちらも同じく4月で出るんですね。これもびっくりですね。グルームヘイブンスターターセット、獅子のアギトですね。ついにですね、このグルームヘイブンサーガのですね、前日談とも言えるようなですね、ジョー・オブ・ザ・ライオンが日本語版で登場ということで、これも4月なんですね。非常にびっくりしますね。こちらですね、プレイヤーがですね、グルームヘイブンでも有名なですね、獅子のアギトっていうですね、傭兵団の4人組の1人になりましょうと、こういう設定なんですね。で、この街の中でね、起きているですね、連続失踪事件を解き明かしていきましょうということで、グルームヘイブンのシステムほぼほぼそのまま踏襲してるんですけども、シナリオが全25本というですね、ちょっと本家よりコンパクトっていうことになってますけども、その中でのシナリオを楽しみましょうということですね。で、非常に特徴になっているのはですね、こちらの方のですね、プレイヤーのところを置くところね、これ BGG から取ってきてます。すごい彩色してるようになってますけども、前のですね、非常にパネルボードをくっつけるっていうことからですね、最近のモダンな仕掛けになってるブックタイプに変わったんですね。この本のところをめくるとあるシーンが出てくるので、そこにコマを置くということで、非常にプレイしやすくなったりですね、こちらキャラクターのところに置くね、配置やなんかもですね、分かりやすくなったりっていうことがあって、いろんな意味でプレイしやすくなったっていうのが、このグルームヘイブンのジョー・オブ・ザ・ライオンなんですね。ちなみにこれですね、このまんまですね、既存の方のグルームヘイブンに持っていくこともできるので、合体しても遊べますし、これ単独でも遊べるということになってですね、非常に海外でも人気が高い作品になっていますね。なのでこちらですね、本家本元 BGG でですね、現在収録時点で1位にずっと輝いているグルームヘイブンですね、これの後日談にあたるグルームヘイブンフォーゴットンサークルですね、これすでに日本語版が出ていますけども、この前にあたるですね、グルームヘイブンジョー・ザ・ライオンが今度日本語版で出るということになりましたね。なのでグルームヘイブン面白そうだけど高いし重いしどうしようって迷ってる方はですね、この時はまずジョー・ザ・ライオンに手を出してみて、あ、こういうゲームなんだと、これはいけるな、あ、これは合わないなっていうのを判断いただければよろしいかなというふうに思いますし、伊達ね、世界ランキング1位と5位を取ったゲームじゃないですね、こちらの方をぜひですね、トライいただければなというふうに
と思いますね。私もものすごい日本語版楽しみですね。はい、というわけです。グルームヘイブンスターターセット、獅子のアギトですね。プレイ人数が1人から4人、プレイ時間はですね、ワンシナリオあたりですけどもね、30分をかける人数となっております。 BG レートは 8.7、 すごいですね。こんな数字あまり喋ることないような数字ですけども、 BG ランキングは5位ですね。定価が8800円で2022年の4月28日発売予定となっております。そして次はこちらですね、ビヨンドザサンですね。これも待ちましたね。いやー、非常に注目作品ですね。地球は死につつある、ならば目指すは太陽の向こうね、ビヨンザサンということですね。非常にかっこよくですね、この SF 系がね、好きな私にはもう超しびれまくるこのアートワークなんですが、非常に変わったシステムを取ってるんですね。いわゆるテックツリーですね、技術ツリーっていう構造を取ってるんですけども、技術ツリーは真ん中全員共通なんですね。で、真ん中の全員共通のところの技術ツリーがだんだん開発されていくとですね、それぞれですね、明らかになるアクションが増えていくんですね。アクションが増えていくんだけども、そのアクションの選択肢がだんだんみんな増えていくということなんで、この先どうなってるか最初見通せないんですね。なので、その先を見通せないっていうところの共通の技術ツリーっていうのを発展させていきながら、全員自分のところのですね、手元のですね、勝利のために必要な実績を取っていくと、こういう仕掛けになってるんですね。通常よくあるやつは、自分の手元に各自の技術ツリーがあって、それを発展していくことによって自分がより優位になっていくと、こういう仕掛けなんですが、これそこ共通なんですね。で、そこが開けるとみんなプレイできるようになると、こういうなかなかですね、見たこともない逆転の発想っていう仕掛けになって、何をすれば勝てるのかっていうのだけが手元にあると、こういう構造になってるようでしたね。非常にですね、見ていただいたらですね、言語依存が大きいんですね。かなりのあちこちにですね、言語依存があるゲームになっているので、海外からも買えるんだけど日本語版が出てほしいなと非常に期待してた作品なんですね。もうほぼありますんでね、こちらの方もですね、ついに日本語版が登場という風になっておりますね。こちらビヨンドさんがですね、プリンズが2人から4人、プレイ時間が60分から120分、 BG レートは 8.0、 今日はなんか8点台ばっかり言ってますね。 BG のランキング125位で、定価が1万1000円となっておりました。日付がちょっと分かりませんで、こちらは2022年の4月中の発売となってました。ちなみにこれを作ったですね、デニス・K・チャンさんはですね、これデビュー作なんですね。デビュー作ですでに125位って、まあびっくりする作品なんですけどもね、こちらの方の今後の展開も楽しみでございます。ということですね、2020年4月のですね、私の気になる作品はですね、4月6日発売のカスカディアですね。例のね、ペアで取っていくパズルのところね、非常に面白いと思いますし、4月の7日のファウンダーズ・オブ・ティオティワカンですね。高さによってワーカーのパワーは変わるんだけど、ワーカーが貴重なので相乗りしたい、でも一番手がいいってね、この悩ましさがあるゲーム。そしてですね、デッキ構築ゲームですね、ワーカープレイスメントが合体した今2020年最もモダンなシステムを採用してるですね、デューン砂の惑星インペリウムですね。そしてグルームヘイブンから始まるですね、この長いサーガの前日誕に当たるっていうところの、ついにスタートセットが日本語版で登場しましたということで、獅子のアギトが4月の28日、そして先ほどありましたテックツリーが共通になっているっていう逆転の発想だというね、この SF1 にはたまらん構造とってるビヨンドさんが4月中となっていました。そしてこの一覧だけでございますけども、アグリコラのリバイスト版もですね、4月に再販されるということになっていますのでね、探してた方はお忘れなくということでございました。ということですね、2022年4月のですね、発売ボードゲームの中からですね、私が気になるゲームをピックアップしてお届けいたしました。いや本当にね、レート8点台連発ですし、レートの5位とかね、レートの10何位っていうのはね、同時に出る月ってどうなんだっていうぐらい、4月は暑い1ヶ月ではないかなというふうに思います。というわけでですね、4月発売ボードゲームからおすすめピックアップをご紹介いたしました。ザゲームチャンネルの春99でした。はい、動画をご覧いただきましてありがとうございました。ザ・ゲームガイチャンネルですね、ボードゲームの専門チャンネルになっておりまして、様々なボードゲームのレビューとかですね、プレイレポートなどをお届けしております。もしですね、このチャンネルをお気に入っていただけましたらですね、チャンネル登録とかですね、個別の動画へのいいねボタンをよろしくお願いします。ザ・ゲームガイチャンネルの春99でした。